ちゃいけないとかさ、お付き合いしてこうやってやっちゃまずいななんて思ってるんだけど、勝手にやってるの、勝手にこう勝手にで自分の安定が優先順位だから、優先順位は自分が安定してるので、いつもこうできるようにでこう、ね、彼関係ないの、あんまりこういうの思って、ああこの手壊しちゃまずいなって思ってやってると、こういうふうにこういうふうにこうなっちゃうのね。勝手にやってるの、こういうふうに勝手にやってるっていうだいぶ言ったんだけどさ、バチャやりましょう。これ自分がまっすぐだからね、自分がまっすぐ、まあ、関係ないからね、この人ね、こう付き合っちゃうとこうなっちゃう、付き合わないの、ま、彼の方が強いに決まってんだから、だから付き合ったら負けなの、だからやら気にしないの、気にしないの、そしてほらただ上げてるだけ、だ付き合っちゃったら、付き合っちゃったらもうやられちゃうんだよね、僕はね。彼の方が体格いいし、運動能力も優れてるんだから、どうやったら気にしないの、手気にしてないの、ね、手気にしてないの、でこうやって上げたら、ほらここにいたの、そういう風にやってんの、彼のことなんか気にしてないの、じゃあ上やってみましょう、自分が一番大事なんだからね。だ相手の子って大事は確かに大事よ、でも自分を捨ててこんなだって相手の手大事にしてたらダメなの、だ自分が一番大事なんだから、だから気にしないの、こう気にしないの、自分が一番大事、自分がこれ相手関係ないから、みんな相手のこと気にしてるとこうね、この手気になってしょうがないんだよね、気にしないの、自分のことが大事なの、自分の姿勢の方が大事、ほら自分の姿勢の方が大事だから、気にする癖ついてるから、みんな日常生活でも相手のこと気にしろって言ってんだよね、そういう教育受けてるから、こう相手のこと気にしてこうやってこうやってこう相手としのぎ合ってってなんていうの、こうやって でも自分のことの方が大事なの、相手のこと気にしないって、そういう練習をしたいわけだけど、みんなこういうふうにやってんだよね、こうやってこうやってこうやって相手のこと、相手を倒したいと、それよりも大事なことは自分が一番大事、自分が一番大事、関係ないのこれ、この人、まあ、たまたまついてたんだけどさ、関係ないの、関係ない、自分が大事だからね。じゃあ下やりましょう、下こうやって、下なんでもいいや、下姿勢大事、そして相手の資格できたらね、この相手の蹴りとか来るからね、こうやって相手大事にしてるから蹴りくるの、バーンって、だから来る前になったりして、資格入ったら立ってパッと落とす、足が出てこないよね、で自分が姿勢大事、自分が一番大事、じゃあもう座ってみましょう、なんか小さな時間がいいからね、ちょっとじゃあ座ってきてやろうかな、半身半立ちでさ、こういう半身半立ちこう座ってるのね、で半身半立ち来るので、彼来たので、気にしないの、全然気にしてないの、待ってこれ気にしてたらこう持ってかれちゃう、だ気にしないで自分の姿勢、自分の姿勢がこう、ほらそれからまっすぐ上がる、それから行くはず、そういうふうにやらないと、いつも相手の敵にしたらこうなっちゃうの、そしたら引っ張り込まれてやらして、僕やられちゃうの、でも彼のことは気にしないんだよ、全然僕は全然安定してるの、一番大事なのは自分の姿だから、それで入れ替わったり、そして入れ替わってこうやったの、だから投げるためにやってるわけじゃないの、ね、自分の姿勢作るためだった、だからこういうとこ来た時にこう投げるためだったらこうなっちゃうかもしれないけど、自分の姿勢作るんだから、こう相手こうね、ほらこう、ね、自分の姿勢まっすぐ、それが一番大事なことだから、審査近いそうだけど、そこのとこ注意しないと、相手をうまく投げれましたから審査合格ってことはないからね、いや僕は知らないけどさ、まあそういう話だからね、自分の姿勢、自分がまっすぐ、それ見てんだからね、先生たちはね、投げようと思ってこうやって傾いてこうやってやったら落第しちゃうんだよ、
でも自分の姿勢がまっすぐして、ほらまっすぐポンってできますよ、できますよ状態で止まった。だからそういうとこ見てるんだからね。じゃあ座りでちょっとしょうがないかな。じゃあちょっと自分のことが大事だからね。無理やり回ったらって無理やり回ったらこうやってここ無理やりになっちゃうのじゃないの。自分が優先ってじゃ相手のこと関係ねえから。でこうやって回んだったら回んない方がいいのね。こうやって回りたくても抜いてでこう落としちゃう。ここ足が動かないんだったら、足が動かなくてもおじいちゃんだって動かなかったら、自分がまっすぐが大事だからね。無理して曲げちゃダメ。無理して曲げちゃダメ。やばい、垂れ込まれてやばい、やばいちゃうんだよね。だからこう引っ張り込まれちゃったったらこう落としてたね。自分がまっすぐが大事だから技に走っちゃダメってそういう話で、だ優先順位をさ、あの相手が投げることじゃないから優先順位、これは知らないよ。これはね、あの相手がつけることが目的かもしれないけど、我々はこうやって回ってこうやって崩れていかないの。崩れていかない、まっすぐでこう、いつもまっすぐ、ここが大事、ここいつも大事ね。ここ見せたの、ほらこういうのが大事。自分はまっすぐなの、いつもこれで回れるから隙間が見えたの、だから回った。でもここにあるの、今日はいつもここにね、これこうやってやったら崩れちゃうから、自分が大事ってのはこういう話。いつもまっすぐ料理やるのにこっちでやらないよね。みんなここでね、目の前にやるで、ここが一番使いやすいって、両手だからこっちでやっちゃダメ。こっちやったら持ってかれちゃうんだから、そういう話。それとね、曲がってやると膝に負担がすごいの。膝壊しちゃうの、こういう話。下手な内からあんまり座りやっちゃいけないって言われたんだけど、まっすぐ、そしたら垂直に力かかってくからね、膝に負担ないの。でもこうやって曲がってきて、こうやって曲がってきたら、ほら来た、回るんだから、すごい負担なんだこれ。でもまっすぐだったら、こうまっすぐだからこう、負担ないよね。まっすぐ垂直に力かかってんの、ねじってないよね。だから歩くときもこうやって、ああ、こっち向きたかったら、垂直だもん、いつも。こうやって回してないの。これ、横方向は負担だからね。横しないの。まっすぐ、いつもまっすぐ。そういう話で、いや、これもまっすぐなの。で、自分が負担が、なんていうのかな。で、倒れたときに、ちょっとね、あのもうおじいちゃんだからね、僕もね、なかなか若い時みたいにいかないんだけど、運動能力求めてるわけじゃないからだ、みんなね。だからあの普通歩いてたり、無駄なんていうの、怪我しないように自分の安全確かめてこうね入ってきて、でこう全然傾いてないよね。そしてあの上がってきて、そう上がってきて、そういう話だからね。ここが一番大事だ。この彼を投げる、こうやって投げることじゃないの。これ腕入れ替わってまっすぐこうまっすぐ、それが大事なのね。そうすれば垂直に足が体重がかかってんだから、ここに下に。それから広げてやっちゃダメ。広げてやっちゃ、広げて回ろうと思ったら横に来ちゃう。だからこうやって広げてやらないで、回る前にちゃんと閉じて、そうすると回れる。ほら回れるよね。ほら閉じてるから回る。そして上まっすぐ、これまっすぐで、そういう話ね。じゃあ指投げです。あのシーサーの方が正面座って、座ってね、正面打ちね、かかってこういうふうに、あ、もう一回ね、かかって
辺の技が大事ね。これ遅れちゃったら出れないから、こうやってなっちゃった、これ出れないの、これね。それから大事なのは、これは不自由、足出ない、ほら出るってようがないよね。こうやってやったら出れる、こうやってね、足で出せる。だから こういう格好でやらないの、足出ないから、これこういう格好してたのね。そうすると足出る、自由でしょ、こっち。だからね、なるべくこうやって座っててもすぐお尻を上げろって言われたので、来たらパッとこういうの上げるの、ね、そういう話で、まっすぐこういうふうにならない、こうやって座ってて上がったと同時にこう、そしたら出てくるね。で普通こうです、これ打ってくんだけど、線に出てればこれ手が来ないから、こういう形で線に、自分が線に出てればね、こうやって打ってきたらよろしいんだから、だから彼は止まって、自動的に止まってる、そこをこうね、こっちから入ってくるって形ね。こうやって座って、本当はあ、ちょっと待って、こうやって座って、で来たらパッ、それで表から出るんだったらこういうふうにバン、見えねえな、見えないけど、こうね、こっちからこういうふうに入ってもいい、こう入ってバンってこうやって、でここの相手の重心の中にこの足、自由でしょ、でこういうふうに入ってくるの、この手押してないよ、こう、で首もらうの。この手邪魔ね、邪魔なんでこっちとこうなっちゃって、こういう形でね、これ表で、裏は入り身で入んの、こっちの手でやってもらう、ね、こっちこうに入んの、ね、そして足をバンってこうに入んの、でこの肘がこうなってくるから、肘を制してこうして、こうねこういう形。まあいろいろあるけど、まあいいよ、そういう話ね。じゃあやってみよう、こうしてこうで、こう、ね、であんまりこう重機やらないのね、で出してあげる、取ってくれるね、で裏はこっち側にこうね、こうで下落とすと、こうね、じゃあぐらい、今一挙でこっちからこう来たのね、こう来たの、そしてこう、こっち来たんでしょ、それはこう来たのはこっち、こっちからまっすぐ、彼が来たのを来て、こういうふうに、こうだから反対方向、同じなんだけど、同じ一曲か、こうに来たのね、今ね、それをこっちこれがこうなったの、これがこっち、そしてこういうふうに、で自分まっすぐ、方向が違うだけで、一挙、座りだといろんなことができるんだけど、まあ、立ったのと同じようにできるんだけど、これは難しいから、それあんまりやると、新しい人はあんまりやると膝壊しちゃうから、あんまりやらないでほしいんだけど、うまくなってからね、転換じゃねえや、執行ね、基本的にはこれ、こっちの膝頭にこっちの膝頭がついてから回るってこと、こうね、回るのね、このまま回っちゃダメ、それも基本だから、もうこれやってる、下手なうちやっちゃうとみんな壊しちゃうから、膝ね、必ずこういうついて、それから次が出る、必ずついてる、ね、こうついて回る、こういう練習をしてほしいんだよね。それこうね、こう来たら、ね、彼関係ないよね、僕の姿勢が一番大事だからね、あんまり彼の手をこうやってただこれこうやってやったらこうやってきちゃうの、こうやってこう、 それより自分の姿勢の方が大事、そしてほら彼の、次に彼だからね、じゃあまっすぐやね、じゃあ先はね、普通は受けるの、こうやってこうやばいから石が飛んできた、こうやって受けるよね、それと同じなの、ほんで、あ、やばいってこういう風になったの、ほら足、それで自分の姿勢まっすぐ、それで、あ、やばいな、それでこういう風にした、
だから最初にやってるのは自分の身を守らないでやっちゃったら、やられちゃったら終わり、死んじゃうのね。だから自分の身を守るの優先、最優先。自分が殺されちゃったら何にもできないんだから、殺されちゃって相手をうまく殺しましたって言ったってダメでしょ。だから自分の身を守る、こうね、大事だから。来たらもう守る、そういう意識でやってほしいの。それから出た時にこの手を受けたら次来たの、僕がやるのはこの次の手なの、次の蹴りとかね、これ膝とかね、こう来ちゃうんだから。だから守ったらすぐやんの、守ったらすぐこれ。それが線なの。あのこうやってこうじゃないから、みんなは正面打ってきたらこうやりましょう、こうやりましょう、5で練習してんだけど、実際は線の技なのね。線だから出てきたらこっちの手が先なの。でこそ止まってんだよね、止まってるからこっちが入ったわけ、そういう話だからね。だから身を守るのが大事だから、身を守るのはパッて身を守ってるの、そしてパッて入ってる、そういう意識ね。そういう感じだな。じゃあどうしようか。今四方投げとか一挙とか何やった、入り身投げやったのか、なんか忘れちゃったけど、ね、やりました。それから表入ったのね。それこうやってあ、やばいなったら下がるの、こうやってで、こう自分の身が大事だから、この手やっつけに行かない、崩れてんのにやっつけに行かない、この手自分が安定してて安心の位置で初めて技だから、崩れてんのに戦いじゃないからね、こうやって戦ってるわけじゃないの。 MMA で戦ってんだったら多少崩れて勝ち、当たった方が勝ちかもしれないけど、我々そうじゃないから、刺されちゃったら終わりなんだから。だから自分が安定してるの、ね、安定してて崩してパッてね、こうね、なんかやってんの、ね、安定してるのいつも。でいろいろ審査だから、座りの人、じゃあちょっとやってみましょうか、ね、まあ審査としてやるからね。どうしようかな、じゃあ後ろやろうか、後ろね、こう後ろ、そう後ろ、こうね、後ろ、自分が安定してるの、安定、自分が安定、関係ないのね。で自分がなんていうのかな、後ろ取られて、はい、こんなんて持たせる人いないの、蹴られて終わり、こうかね、終わり、手引っ張られて終わり。だからいつも勝ってなきゃいけないの。だから持たせてこれ嫌だよって、ね、彼は逃げてきたの、逃げてきてこっち取るの、取った時にはやられてるの、いや取った時にはやってるって感じで、こう自分がそういう感じにしたいのね。いつも自分が安定してるね、こうやって取られちゃってどうしましょうかじゃなくて、もう初めからもう、ああ、いや、こういう感じ、そしてこうね、こう今だったらこういう感じで、この手を上げましょうって、こうどうやって上げましょうかって、こうそんなこと考えないで、自分が安定してることだけ考えるので、自分が安定してることだけ考えるの、こうね、上げようと思わないの、彼が上げてくれたの。でこれを上げようと思うと、ホカッホカッてなっちゃうの、彼が上げてくれるんだから、いいとこ行けばほら何もしてないよ、ほら何もしてないけど行っちゃったの、上げてくれてやったの、彼が上げてくれたの、彼がこう回ってきて、ほら上げてくれた、ほら上げてくれた、上げてないよね。でこう出てきたら一挙になっちゃったら、そういう感じにしたいんですよね。彼がやってくれてる、まあいい位置取るとか、それ稽古しないとなかなか難しいんだけど、自分からやらなくても上げてくれるって話で、できたらこの彼のこの肩隙間、このね、隙間をこういうふうにもらったの、それでこう出てきた、どうにやりたいのね。こう来たらここの隙間見えるよね、ここに入ったの、ほらここに入ったの、そういうふうにやりたいので、この
両手はこ両肩は無理だから こっちだったら見えるからこう来て見えるね、ほら入った、そしてこうね、そうにやった方がいいね。それ要は自分が安定して自由に動くことだから、曲がってやらないことだけ考えて、まっすぐこれ自由に動く、足自由に使える、でいいとこ来る、いいとこ来る、いいとこ来る、そしてこうね、こういいとこ来る、それでボカッボカッとやる、そういう感じ。じゃああんまりこう持たれたとこにこれ行かないで、自分がいいとこもらってまっすぐやりましょう。じゃあ後ろもう一つは肩通りでなんか正面打ってくるのね、こうやってこうやってこうやって、そう、これはね、これは線の技の練習なので、線の技ね、こうやって生きてこうやって遅れちゃったら次蹴りくるとか、僕はここの手よりこっちの足とか、そういうのは大事なの、大事って来るなって予測してるの。だから来たらパッてね、いなくなっちゃってる、いなくなると打たせてるの、こう打たせてる、こういう、これが基本的な技。それでこう来た時にこの手あってね、こう持ってくると一挙なんの、こうね、一挙、これいなくなったの、こう、そしたらとこう固定やんね、でこう出てきた、これが一挙の形、普通の一挙の形ね。で本当はこうやってバンって、ね、打たせてんの、ここもらってんの、ここ、それでここ力抜くとこうね、目の前にこの手あるから、こうしたい、そういう形ね。いろいろ先生によってやり方とか違うから、一概にここの稽古がどうか分かんないけど、いずれにしても線でもらうって話、線でもらってるから、線でもらってんの、それでこう持ってきた、ね、こう受けていってもいいよ、受けていってもバンって受けて、こうやってね、それでこうで、これ取らなくてもいいの、別に自分の位置さえ良ければ、こうこっち来たら崩れちゃうの、か崩れちゃうで、僕がやられちゃうの、だからこういっぱいまでこう出してればね、来ないよね、持っててもね、それで取れるようになってから取るの、取れるようになってから取る、そしてこうそういう形ね。これいろんな形あるんだけど、一挙の形が一番、あ、ごめんね、こう来たら、ね、来たら普通はこう来たのと同時にこれは引っ張り込む、引っ張り込んでそして打ってくるね、そういう形を想像してるってかな、そういう形の例だから、こうやってこう来たのね、でも受けられちゃって、で変わられちゃった、こっち変わられちゃった、ちょっと違うかな、ちょっと違うけどねこっちが、こうしてこの手こういうのってさ、そしてこうね、こういう形ね、でこう普通はこの手でもいいよ、こうやってこの手持ってきてもいいな、潮投げとかね、こう来てさ、この手ね、こうやって指投げでもいいよ、なんでもいいんだけど、一挙の形はそういう形、一挙の形はいなくなって、ここでこう二挙とかね、二挙とかそういう話。じゃあちょっと肩持ちの正面打ちでやりましょう。座って腰やりましょう。ね、審査の時ね、こうやって、例えば多分そうしてないってことね、こう普通の精神状態、普通の精神状態すごく大事で、何でもできますよって、何でもできますよって、そういう状態で安定してるってね、そういうの見てんだからね、投げようとしたらやられちゃうんじゃねえや、投げようとしたら落ちちゃうの、落ちることはないかもしれないけど、だからあんまり、だから何を見てるかね、審査員の人ね、審査員先生そこにいるけどさ、そういう人が何見てるかよく考えて、ここで曲がらないように力抜いて、で審査だからね、いろんな課題があると思いますけど、
見てる人は投げうまく投げてたから合格じゃないからね。あの いかに自由かとかいかにまっすぐかとかそういうことを見てるんだから、いかに落ち着いてるかとかね、だからそういうことをよく考えてやってくるし、あの審査があるって言うんでね、まあ、そういう話ですけど、まあ、持たれた時もこういうところこういうところ行かないんで、こうまっすぐね、まっすぐこうまっすぐこうね、まっすぐまっすぐでこうね、なんかこうまっすぐまっすぐが大事なんだから、いつもまっすぐ、心もまっすぐ、姿勢もまっすぐ、姿勢もまっすぐってね、まあそういう話。最初やりましょう、どうぞ。